多分姿勢よくしようとしちゃうと、うん、女の人はみんな、うん、はいって、まあ、子供もみんな、うん、うんってやっちゃうんだけど、はい、こうするとお腹の力が抜けちゃうし、はい、腰も痛くなっちゃうので、うん、ここは締めるんだけど、はい、でも締めるって感覚難しいじゃない、うんうん、開かないで地面に平行、はい、じゃあ男性もちょっとスポブラつけてみましょう。なあちゃって。ね、はい、ある感じで、はい、これが平行。まあこっから、まあ、線が出てると思えば。平行にこのまんま進む。平行に。はい、平行。はい、こうなったらもうこうなってるでしょ。すごくわかりやすいね、うん、あ、そしたらなんか顎も上がらないかも。そう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 、いいよ。お尻が、ま、もっとスイッチ入って、はい、もっとスイッチ1枚札。はい、そういう感じ。綺麗。なるほど。まっすぐこのまま、このこれわかりやすい。わかりやすいよね。で最初は全然もう小股でもいいんで、とりあえず足をこうやって出すっていうのをやめてほしくて、うん、こうやってやっちゃうと、うん、後ろに残って歩いてる人とかいるいるんだけど、うん、落として落として人差し指まで。自然で楽だ。自然で楽、楽、効率よくある、うんうん、一番疲れないから。そっか、うん、でちゃんと筋肉もそこの筋肉に整ってくるんで、はい、そうだよね、うんうん、いやすごい、なんかいい感じ。こうやってちっちゃい頃から生きてきた。投げ出す、いい感じ、めちゃくちゃいい感じ、うんうんうん、で、うん、最後がよく言われるこの一本の紐がついてるよっていうのはもう本当にこの軸、はい、でよく男性の方とか、うん、こうやって歩いてる方とかがいるんだけど、はい、いますね、歩いてたらもう全部軸がこうやってブレていくんですよ、こうやって歩くことによって、うん、でも軸はブラしたくないから、はい、このまんままっすぐこの腰幅の中で絶対歩いてほしくて、はい、男性ってちょっとこう開いてる歩いてる人はちょっと腰幅内に足を入れようかなって思って歩いてもらうとすごい結構綺麗に、あーそっかそっか、歩きが見える。なんかさっきの人差し指の話とか全部まとまると勝手にお尻にももう締まってくるし、そう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 、足幅もおかしくなってこない、うん、なるほどです、うん、で今の多分歩き方をやると、うん、基本的に後ろ側の筋肉を使う、うん、はいはい、歩くって基本後ろ側を使うし、うん、まあ、できれば外側のこういう筋肉じゃなくって、うん、インナーマッスルで歩いてほしくって、はい、それができると多分何にもめちゃくちゃつながりますね。つながると思う。そう、なんかいろいろランニングでいろんな方にお会いして、うん、やっぱもう元々の姿勢がもうこうなっちゃったり、うんうん、まあ、あとはこうなっちゃったりしてて、これがやっぱり走りにそのまま直結しちゃってるなっていうのがすごいあるから、皆さん本当歩き本当大事だよね。大事大事。背面が使えるようになるってなんかすごいイメージがあった。うん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 、なんで走る時の方が背面使いやすくて、歩く時はもう分かんなかったからもうなんか、うんうんうん、そうだからこういうね歩きになっちゃってたから、走る時は大会入れるぞってみんな思って結構走れるね。だけど歩く時は多分体幹とか考えないで歩けてると思っちゃってたけど、うん、そうね、実は歩けてなかったからね。一番立つが基本で、はい、歩くがあって走るがあるから、うん、その立つ歩くがちゃんとできてなかったら走る時のフォームこうやっててもできてるようでできてないと思う。もったいない。もったいない。はい、ね、指まで使おうとするとお腹に力が入りやすくなる。そうで多分、うん、皆さんが分かりやすいのはこう指を浮かした状態でこうやって歩いてみると、うん、前のももばっかり使って、うん、めっちゃ一瞬で疲れた。後ろにスイッチが入んないんですよ、うん、はいはい。でも指までちゃんとコロンコロンいってあげると、あ、使えてくるから。お尻使えてるね、あき、うん、さん指、そしてこのライン、うん、落とす、うんうん、落とす。まだまだね、ここもな気になるよってとこあると思うんですけど、うん、まずはのファーストステップとして3つ大事なこと、はい、まずは1つ目が人差し指の向き、はいはい、人差し指の向き、足の人差し指の向きをまっすぐまっすぐ、こうならない、そしたらね、確かにこうならない、はい、で使ってあげる、はい、で2つ目が何でしょう、はい、お尻に一枚札を挟む、ね、はい、そうです、はい、お尻に一枚札を落とさない、うん、落とさない、はい、キュッて締めることによって骨盤がちゃんとニュートラルに立ってくる、はい、うん、なる。3つ目は3つ目は、はい、あ、ここのラインそうそうそう、あばらのライン、
そぶらのラインがこうならないように向かないように地面と地面と平行になるように。で、あきさん走りもそうなんだけど、うん、歩きもやっぱ例えば骨盤周りがちょっと結構筋肉硬くなってたりとか、うんうん、あと肩がもう内側に入っちゃったりとかすると、うんうん、これが結構再現できづらいかなってところもあったりすると思うんですけど、うんうんうん、その辺はどうしたらいい？その辺も、うんうん、でも本当にこれ一人一人違って、うん、スイちゃんの場合だと、あ、前の方のここもも使ってるなとか、うんうんうん、骨盤が、あ、ちょっとこっちだなとか、いろいろあるし、肩もこう入ってるなって、はいはい、一人一人本当に違って、うん、で、ほぐすっていうのもすごく大事だし、はい、どこに体重を、重心を乗せるかによって、はい、そこの部分も変わってくるので、はい、骨関節に乗ってくるためには、ここに重心をとか、うん、やっぱ体の使い方を機能的に使ってほしいっていうふうに思うので、はい、じゃあ歩くときに、やっぱりも足も結構やったけど、うん、上半身も一応、ね、大事ってところで、本当は大事なんだけど、私のネックになってんじゃないかってところで、うんうん、若干スポブラに肉が乗るんですよ。乗っちゃう。これどうにか。なんか結局みんなこう体側とかこう伸ばすとかやって、こうやってるんだけど、うんうん、手の向きをこのまんまの向きでやっちゃうと、はい、肩甲骨って、今寄ってる状態でこう伸ばす状態になるんだけど、うん、はい、逆に手のひらの向きをこうやって下に向けてあげて、はい、持ってあげる、そのまんまで、このまんま伸ばしてあげるとここが伸びるの、これ伸びます、めちゃくちゃここ伸びる。そう、これ肩甲骨がこう開いたまま、はい、下側を、はい、下ままこう伸ばしてるからここがすごい伸びる、伸びる。で、できれば顔の向きは、うん、上を向いてほしい。なんでかというと、はい、こう伸びるけど、はい、こっち向いたまんまだと、うん、自分のなんかこう行きやすい方向についみんなストレッチしちゃうから、ちょっと朝のコーンフレークの CM 待ってる方はね、こうちゃんと顔見せれるようにそう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 、これでコーンフレークでみたいなそうそうそう一日が始まるみたいなね、はいはいはい、はい、ありがとう。すごい気持ちいい、やっぱり気持ちいいでしょ、これ、うん、こっちでこうやるとやっぱ手の向きってすごい大事ね、大事だね、うん、これでこう内側に入るしね、そう。じゃあちょっと試しスイッチ座ってみて。あー、分かった。いやちょっと怖いな、いつものやってよ。いや、いい、じゃあちょっと待って、いつものもやるけど、うん、普通に私が一応ね、うん、一応普通に座るときは、うん、おお、まだこれでもダメ。いいね、いいんじゃない、いいと思うよ。でこれがこうやってやってると、うんうん、でパソコン多分位置とかもあって、あるある、こうなってくるよ。おお新幹線乗ってる時は大体こうで、もう股も開いてる、開いてる。車の助手席もこう、あ、こう開いてる時こんな感じそっか、はい、なんか座る時、うん、お尻にさ、この骨2点あるでしょ、はいはい、この骨2点で押してあげる、押してあげる、でただ座るだけ。そうすると骨盤が立つ。で、女の人は特にヒップアップしたいから、お尻のお肉をこうやって上げて、こうやって座っちゃえば、うん、ヒップアップにも。で、足もこうやっちゃうと座骨に乗ってこないから、はい、ちゃんとこの角度でこう、はい、乗りやすい位置がやっぱりある。この角度はだいたい90度ぐらい。あ、そうそうそう、になってくる、はい、自然と。はい、でよく電車の中でこうやってまたおっぴろげてる人いるけど、はい、これはダメで、ダメで閉じとく、ね、男性は結構足広げてさ座るっていうのはある、広げちゃうよね、あるけど、あれは本当でも閉じ、男性も閉じた方が、閉じた方が基本は立ちやすいことが、うん、あ、そっか。でも作りもやっぱり体もちょっと違うから、綺麗。あと手がこうなっちゃうとだんだんこうね、あ、手も大事なんですか。手の向きもこうやって、なるほど。こうしとくか、こうで肩甲骨って寄るけど、うん、こうは肩甲骨離れる。で、うん、みんな今大体こうなってる、うん、だからたまに背伸びしてあげて、うん、ちょっと肩甲骨寄せてあげる。他もすごい大事。向きをこう変えてあげるとか。もう綺麗。こうやっとくとか。はい。もうすごい大事かな。はい。そのステーチとかの方はどこでやってるんですか。トトロキにあるコアーズっていうジムの中でやらせてもらってます。ホ、うん、はい、グストっていう。トドロキさ、トドロキって、トドロキ渓谷に行ってほしい。そう、ね、めちゃくちゃいいよね。あれ都内なのっていうぐらい、うんうんうん、めっちゃ気持ちいいので、うん、ウォーキングにもいいので、そういう、あ、確かにね、直してもらって、うん、そう、歩けるようになってトドロキ渓谷歩く、そう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 、めちゃくちゃおすすめ、うん、あきさんのそういった詳細は概要欄にあきさんのインスタグラムを貼り付けましたので、はい、そこからじゃあご連絡して、はい、よろしいでしょうか。ぜひぜひということで、よろしくお願いします。概要欄ぜひご覧ください。
本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。本当にやってみます、ちゃんと一緒にやりましょうということで、またウトランチャンネルで会いましょう。バイバイ。アキさんでした。ついさんでした。